アグネス・レディは日本の競争馬、繁殖品馬である。1979年の優秀品馬などに優勝し、同年の優秀賞最優秀4歳品馬に選出された。主戦騎手は河内洋。引退後は繁殖品馬となり、大賀賞優勝馬、アグネス・フローラを生んだ。同馬の三区にアグネス・フライト・アグネスタキオン兄弟がいる。 バレエは2000年以前に使用された旧表記で記述する。1976年、北海道三国町の降り手牧場に生まれる。父は、当時新進の種ボ馬であった、イギリス産のリマンド、母イコマエカムワイ商場であったが、本場の出生時には同じく父にリマンドを持つ3区、グレートファイターがすでにオープンクラスで活躍していた。 2歳児から3歳馬と一緒の育成を楽にこなし、競争年齢の3歳を迎えた1978年に、当時の品馬としては高額の1800万円で、渡辺隆雄に購買され、滋賀県立東トレーニングセンターの長浜彦三郎、旧社に入った。競争名、アグネス・レディはアイドル歌手のアグネスちゃんから、渡辺の長女が決定したものである。 渡辺は1990年に行われたインタビューで、アグネスの冠名を使い始めてから、アグネスホープに次ぐ二頭目の活躍馬として、本馬の名を挙げている。1978年10月、京都開催の新馬戦で、久保利文を安城にデビュー。初戦は、追い込みが届かず2着に敗れたが、2戦目で、初勝利を挙げる。3戦目から騎手が、地に変わり、 好位から抜け出して連勝した。河内は当時5年目の若手騎手であり、有力馬のベテランから若手への乗り換わりは当時珍しい例であった。渡辺が初戦の敗戦に不満を覚えたことが原因ともされている。翌1979年、クラシックを目標に1月の購買賞から指導したものの同時期に歯代わりがうまくいかず職が細ったこともあり、初戦から 僅差ながら3連敗を喫する。クラシック初戦の大賀賞では2番人気に支持されたが、苦手の重馬場で6着に終わった。しかし、自走の東京4歳牝馬特別でシルクスキーの2着と、構想、迎えた優秀牝馬では、シルクスキーの骨折、戦線離脱により、大賀賞優勝のホースメンテスコ等を抑えて1番人気に支持された。レースでは、道中後。 6番手を進むと、直線で半ばで抜け出し、2着中見サファイアに庭新半の差をつけて優勝。重症初制覇をクラシックで果たした。河内にとってもデビュー6年目で、初めての8大競争制覇であり、1976年の第37回競争で2番人気に押されながら6着に終わっていた前姉、クインリマンドの雪辱ともなった。夏を休養にあて、秋は、 エリザベス女王杯を目標に据えた。神戸新聞杯、京都品馬特別を、それぞれ3、5着として女王杯を迎える。当日は一番人気に、支持されると、苦手とする不良馬場の中を直線で先頭に立った。しかしゴール手前でミスカブラヤに一気にかわされ、同馬から一馬新反差の2着に終わった。年末の阪神品馬特別も5着と制裁を書いたが、 オークス優勝が評価され、翌1月には、当年の最優秀4歳品馬に選出された。小馬となった1980年は、日経新春杯から始動。生涯最低に並ぶ9番人気と低評価であったが、3着と、高層する。続く京都記念では、最後の直線入り口から、メジロトランザムと一杯に競り合い、同馬を、花さしりぞけて優勝。 オークス以来の勝利を挙げた。自走オープン戦を2着として、春季のグランプリ、宝塚記念に出走。しかしここは不良馬場に手間取り、再開と大敗を喫した。休養を経て、朝日チャレンジカップに出走。ファインドラゴン、シルクスキーとの競り合いを制し、重賞3勝目を挙げた。当日、場所の渡辺は、イギリスの大主望は、 ミルリーフとの後輩権確保のため投影しており、表彰式には不在であった。その後交渉が成立し、本競争をもって引退が決定。12月14日、京都競馬場で引退式が行われた。アグネス・フローラ引退後は投影し、予定通りミルリーフとの後輩を済ませて11月に帰国。翌3月に故郷、織手牧場において、初子となるオスゴマを出産した。 同馬は、ミルグロリーと命名されて、期待を受けたが、デビュー直前の調教中に骨折し、競争能力を喪失。出走しないまま引退を余儀なくされた。以後しばらく目立った3区はなかったが、ロイヤルスキーとの間に生んだ、第6個、アグネス・フローラが、河内の手綱で1990年の大歌賞に、優勝し、母子2代のクラシック優勝馬となった。 1993年3月11日、アグネス・レディは移送中の馬運車の中で暴れ、背骨を骨折。18歳で死亡した。その1ヶ月前、つなぎ両先が降りて牧場から八代大ファームに変更することが決まった際にも、馬運車に乗るのを拒んで暴れ、移送延期の原因となったという。その死後、アグネス・フローラの3アグネス・フライトが2000年の東京優秀を制し。 日本競馬史上初のメス系三大によるクラシック制覇を達成。さらにその翌年、前、弟アグネスタキオンもサツキ賞に優勝した。同馬は2008年に内国三馬として史上三頭目のリーディングサイアーも獲得している。河内は騎手生活中にこれら全馬の手綱を取り、この決闘は本当に僕の騎手としての核になる部分を形成していると語っている。 産区はすべて母と同和種、同級者だった。同じ配合で生まれた産区には本馬を含めて三頭の重傷症利馬がいる。リマンド産区の頻馬は天文、タレントガールなど長距離においても瞬発力を発揮することを特徴とした。川内が起乗した活躍馬には頻馬が多く、頻馬の河内とも称されたが、そのうちで、 距離が伸びて切れるというのは、頻馬ではこの馬だけかもしれないと語っている。おばの彦にブリーダーズゴールドカップを制したスノー・エンデバーがいる。四大母ライトブロケードは1934年のオークスは、五大母トリロジーは1926年のセンギニーに着場。ありがとうございます。